皆さんこんにちは。アナウンサー YouTuber、略してアナチューバーの小湊あゆみです。さて今回で9回目を迎えました。この企画は福島の天の粒にあったご飯のお供をご紹介する、YouTube です。何が食べられるのかワクワクしています。じゃあ早速見てみましょう。せーの、オープン。あ、だよ。あー、すごいすごい、納豆。こちらは内田屋の納豆革命です。すごい、今日は納豆が食べられるんですね。なんで今日は、なんで納豆にしたんですか？なんか確かに朝ごはんに食べるといえば納豆とかですもんね。あ、ちょっと待ってください、話してて気づかなかったんですけど、納豆の粒が大きい、すごく大きい。スーパーとかで販売しているものはあれですよね、これの一粒の2分の1ぐらいの大きさだと思うんですけど、納豆の、あーちょっと、納豆なのにネバネバするの当たり前なんですけど、すごい、皆さん見て見て、ネバネバ。あ、これ質問あるんですけど、これそのまま食べるんですか？醤油とかかけないで。まずはそのまま食べてみてください。そのまま、そのままいただくということは、その素材を楽しんでもらいたいってことですよね、まずは。なるほど、そのままいただいてみたいと思います。の前に一回ご飯をよそいますね。おいしそう。先日アナ雪2を見てきて、今日はこうアナ雪のちょっと衣装をイメージして水色にしたら皆さんに笑われました。でもそれほどすごく良くて、アナ雪が最高なんですよ、あの映画。で、ありのままでということで、この納豆いただきたいと思います。すごいな、一粒一粒が本当に大きいし、すごい粘り気がやっぱりちゃんとある。でもこれ糸がね、伸びる伸びる。そのままの納豆をいただきます。ネバネバがなかなか。じゃあいただきます。納豆は納豆でも一粒一粒がやっぱ大きいので、噛み応えがちゃんとあって、なんか味も甘さがあって、やっぱ本当なんか醤油とかかけなくてもそのままで楽しめますね。そう、やっぱ何よりも粒が大きくて、納豆のこの素材をちゃんと楽しめるのがなんかすごい贅沢だなって思いました。ネバネバがあって話しづらいです。口と口、唇がくっつく。うん、美味しい。うん、なんかもうご飯にかけていいですか？混ぜてからいただきます。400回、じゃあ高速で回した方がいいですか？混ぜた納豆です。粘り気が、ほら見て。じゃあいただきたいと思います。お塩で食べるんですか？納豆とお塩って私食べたことないです。ありがとうございます。いただきます。うん、思っていた以上に美味しい。醤油で食べると納豆のこう味が、私醤油に若干負けてしまうところもあると思うんですけど、もう塩だとその納豆本来のこう味が楽しめる、すごく斬新です。うん、これから食べるとき、納豆食べるとき塩と一緒に食べてみたいなと思いました。うん、よし、完食しました。納豆とともに完食しました。
皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。今日で9回目を終えたということで、コメントやいいねたくさんお待ちしています。よろしくお願いします。じゃあ次は10回目でお会いしましょう。またねー。